この動画では、m o d にあらかじめ用意されているデフォルトのレイアウトについて説明します。この画面は、m o d 起動直後のレイアウトです。このレイアウトは、レイアウトメニュー、レイアウト、601デフォルトレイアウトを選択して呼び出すことができます。ウィンドウの中央には、3D ビューポートが表示されており、この中で、モデルの作成、編集を行います。 ウィンドウの左側には、モデルを作成・編集するツールがあります。ツールの種類ごとに、基本、変形、複製といったタブで分類されています。ウィンドウの右側には、アイテムリスト、シェーダーツリーなどがあり、シーンの中の様々な要素にアクセスすることができます。 モドには実際に制作を行う際の作業の内容に合わせたレイアウトが用意されていますウィンドウの上の部分を見るとモデルモデル4分割ペイントといったレイアウトタブがあり現在はモデルタブがアクティブになっていますこのレイアウトはモデリング用のレイアウトですレイアウトの切り替わりが分かりやすいようにプリセットからシーンにメッシュアイテムを読み込んでおきます モデル4分割タブをクリックします中央のビューポートが4つに分割され上面正面右面パース視点からシーンを確認することができます視点はビューポート左上のポップアップメニューで切り替えることができます ペイントタブをククリックしモードには 3D ペイントの機能が実装されておりここからアクセスすることができますペイントツールタブをクリックするとエアブラシペイントブラシといった 3D ペイントに使用するツールが表示されますツールを選択しブラシの色や形をウィンドウの下の部分で確認することができます ペイントのレイアウトにはペイントツールの他にもスカルプトツールヘアーツールといったブラシをドラッグして操作するツールがありますトポロジータブをクリックしますこのレイアウトはリトポロジー作業用のレイアウトです 3D スキャンしたデータやスカルプトツールで作成したような ハイポリゴンのメッシュデータを背景レイヤーにして前景レイヤーでモデルの表面をなぞりながらモデリングを行いクリーンなローポリゴンのモデルを作成しますツールにはリトポロジー用のトポロジーペンツールペンツールトポロジースケッチなどがあります UV タブをククリックします。このレイアウトはモデルの UV を作成したり編集したりする際に利用します。3D ビューポートは左右に分割され左側に UV ビューが表示されます。 UV の作成、編集に関するツールが表示されます。 レイアウトタブをクリックします。このレイアウトでは、シーンの組み立てや、アイテムの配置作業を行いやすいようになっています。ウィンドウの下の部分には、プリセットライブラリが表示され、シーン内にドラッグドロップでアイテムを配置することができます。 セッットアップタブをクリックします。このレイアウトは主にスケマティック編集を使ってリギングを行うためのレイアウトです。画面下のスケマティックビューポートにアイテムやチャンネルをドラッグアンドドロップしてノードの配置を行ったりノードを接続して関連付けを行うことができます。 ツールボックスにはチャンネルのリンクやモディファイヤーに関連するツールが表示されます。アニメーションタブをクリックします。このレイアウトではシーンの中のエレメントの配置やアニメーションの設定を行います。ツールボックスにはモディファイヤー、インバースキネマティクス、リフォーマーなどのツールがまとめられています。 このキャラクターのモデルに簡単なスケルトンを設定し、アニメーションをつけてみましょう。スケルトンツールを選択し、モデルに合わせてスケルトンを作成します。スケルトンとモデルを選択し、バインドを行います。 これで大まかな設定は終わりです。スケルトンを動かして、モデルを動かすことができます。スケルトンは専用のポーズツールで動かすこともできます。 レンンダリリグタブをクリックッします。画面下はパースビュー右上にはカメラビューが配置され左上にはプレビューレンダリングのビューが表示されます画面左にはプリセットが配置されます材質のサムネイルをドラッグアンドドロップすると材質が設定され すすぐににプレレビューンンダリングに反映します最終的なレンダリングを行うにはレンダーメニューレンダーを選択しますするとレンダリングウィンドウが開きレンダリングが開始されますこのレンダリングウィンドウにはレンダリング画像の表示に加え さまざまな機能が用意されています。出力パスの確認や。画像処理。レンダリング画像の比較。 レンダリングシーンの情報を一覧で表示することができますレンダリングした画像は画像の保存ボタンを押してファイルフォーマットを指定し保存します このように、モドでは作業の内容に合わせたレイアウトを使用することで効率的に制作を行うことができます。